皆さんどうもどうもよろしく、このシロゴンというイケです。ではね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。じゃあ行きましょう。ロンドン城の王子の前行きましょう。入っていこう。まあね、やっていくんですけど、あれはライガ様。何、どうした？あ、よかった。ライガ様、今一度ご再考を。ご再考？ライガ様が今の騎士団、ひいてはロンドンシティには必要なのです。ぜひ騎士団長として戻っていただきたい。私は一度騎士団を辞めた人間だ。しかしこれは騎士団員の総意なのです。そうです、新しく生まれ変わったロンドン騎士団を率いるのはライガ様しかいません。悪いが断る。そんな、なぜですかライガ様。くどい。貴公らが力を合わせれば私などいなくとも十分やっていけるだろう。さらばだ。ライガ様、もう騎士団のことなどどうでもいいというのか。え、なんか意外と冷たいんだな、ライガさんって。いや、そういうことではないと思うけど、なんかロンドン城の2階の寝室、どこ、こっち側合ってるんかな、知らんけど。なんか今一瞬兵がおかしくなったような思えてんけど、気のせい。ちょっと今びっくりしてんけど、それでんっていう。2階のとこやから、どこかやろな、ここの。あ、ここか、合ってるわ。ここやね。よっしゃ、戻ってきたね。お、ライがおった。え？お、話しかけていこう。お、ライガさん。戻ったか、アツマ。町の復興活動、ご苦労だったな。あのさ、ライガさん、一つ聞いてもいいかな。ここはライガさんで言うんや、バカ力じゃなくて。なんださっき俺見ちゃったんだけど、どうして騎士団長になるのを断ったんだ。あの人たちすごくライガさんを必要としてるみたいだった。アツマ、何、人それぞれ大切にすべきものは違う。人一人の力では全てを守ることはできない。残酷な言い方になるが、時には切り捨てることが大切にすることにつながると、私はそう思う。ライガさんにとってはそれがカリンを守るってこと。そうだ、騎士団長として国を支えるのも一つの道だろう。だが私にとっては国ではなくカリン様を守ることこそが重要なのだ。たとえこの国が滅び、カリン様が何の肩書きも持たぬただの人となろうと、私のすることは変わらん。それにカリン様はあのような奔放な方だからな。私の方も身軽でなければとてもではないが務まらん。そっか。アツマ、お前にとって大切なこととは何だ。今俺にとって一番大切なのは、そう、トーヤを救うことだ。トーヤを救う。どうしてそんな大切なことを。俺はそんな当たり前のこと、なんでこんなにも簡単に見失ってしまってたんだ。いかなる強い決意も時間とともに弱まるもの。ましてや人はすぐに迷い自分を見失うものだ。惑わせるものでこの世界は満ちている。まあいっぱいあるわな、満ちてるね。故に常に自分に対する説得、戒めを続けなければならない。だが自分のことで精一杯になってはならない。それは不幸を自ら招くことになる。人生は一度大事なものを失ってしまえば取り戻すには短すぎる。後悔をする人間だけにはなるな。後悔する人間は必ず後悔する。そういうものだ。ああ、そうだ、その通りだ。ありがとう、ライガさん。なんか俺すっきりしたよ。トーヤを絶対助ける。誰が何と言おうと俺はトーヤを信じる。そうか、
すっきりついでに良いことを教えてやろう。え、良いこと？いいこと？お前の決意が半端なものならば言うまいと思っていたが、私にはお前がその右腕の力を律するための手段に心当たりがある。え、本当か？ライガさん、京都シティへ向かえ。京都シティ、お前も知っているだろう。ここロンドンのずっと西に位置するシティだ。武者修行の最中、京都シティで偶然立ち寄った里で聞いたのだ。かの地には荒ぶる心を鎮めることで己の秘めた力を引き出す秘術が伝わっていると。へ、その秘術を習得すればその右腕すら己の意志で御することも可能やもしれん。じゃあライガさんはその術を習得して？それよりも早く本国に呼び戻されたよ。なんせあのカリン様のことだ。おそばにおらねば何をやらかすか。何をやらかすか。確かに確かにか。もうあんまり深く考えるのやめるわ。やっぱり俺にそういうの似合わないし。ああ、そうしろ。俺、東野を救うためにできることをやる。この右腕に可能性が少しでもあるんならかけてみる。ようやく結論を下したようだな。俺、京都シティでその秘術を習得してみせる。それで東野を救えるんなら俺、何だってしてみせる。お、腹減ったんか。その前に腹ごしらえかな。戦いに備え、よく食い、よく眠るがいい。うん、アツモも成長したね、結構。横浜シティでね、トウヤやマコトと一緒にいてた時よりもだいぶたくましくなった気がする。行くか。京都シティってどこだったっけ。まあいいか。とりあえず縄文を出るのは間違いないだろう。とりあえず縄文出る。今日からは一人だ。自分でしっかり考えなきゃな。え、勇気は？で、え、もう行く？もう行くパターン？秘術を習得するような縄文から京都して向かおうっていうことでね、まあ行くんですけど、多分勇気仲間に加わると思うんで、そこまでは一旦行きましょう。とその前に、デストロイヤーじゃなくて、レベルではなくマーメイド入れときますかね。今のところこいつだけ入れといて、まあ勇気は多分ついてくると思うんで、多分ね、そこまでちょっと確実についてくれるなっていう、そういう根拠はないんやけど、ついてくるかなってはなんとなく思うんでね。お？どうした、アズマ？お別れの挨拶してこなかったけど、みんなに会うと出発しづらくなるしな。これでいいんだ。じゃあな、みんな。じゃあな、ロンドンシティ。バイバイ、ロンドンシティ。え、かい？え？アバよ、ロンドンシティ。え？え？さらばだ、ロンドンシティ。全員来てる。え、嘘。そう、カリンまで来る。なアツマ、なんでみんないるんだよ。なんでみんないるんだよ。確かにいる。なんでやろ。いや、普通にライガのおっさんに今朝出発するって聞いたんだけど。ライガは見かけによらず口が軽いのよね、ライガ。魚医なのか。魚医じゃないよ。ライガさん、なんでバラすんだよ。人聞きの悪いこと言うな。いつ内密の話だと。うわ、きったねー。確かに切ったね、今の。目的の正確な場所は分かっているのか。あ、つも分かってない。カリンはいいのか。
姫様なんだから復興の先頭に立たないといけないだろう。ロンドンには優秀な文官が揃ってるから平気よ。復興は一応軌道に乗ったしね。それに私まだあなたを殴ってないわ。仮を作ったまま踏み倒す気かしら。うがわ熱まー。ライガさんはカリン様が行くというならば私に選択の余地はない。無効大丈夫かさん。勇気は私はね、アツマと一緒にいたいから行くの。何よそれあんたは仮を踏み倒されたくないからだっけ。うわまるで借金取りじゃん借金取りアツマかわいそうアツマかわいそうか。私だってね、アツマのそばに。言っちゃったよ。ゴニョゴニョ言ってても聞こえないよーだそうだよーだ。子供のくせに生意気よ、あなた。子供じゃないもん。もんか言ってるところが子供だって言ってるのよ。もんなんて言ってないもん。言ってるもん。言ってるもんお前も言ってるもん行くか、アツマ。マジかマジでか。あ、マジで。あ、やっぱそうなるんや。あ、来るんや、みんな。で、京都市ってどっちだっけ。呆れた。そんなことも知らずに一人で行こうとしていたの。ライガ、説明してあげて。京都シティはロンドンシティのずっと西方にある。まず街道を横浜シティと逆方向へ進んでいけば砂漠にあるジャンクシティに着く。ほうほう。そのジャンクシティからさらに西に向かい砂漠を越えると京都シティだ。はあ、なるほど。なるほどね。じゃあとりあえずはその中継地点のジャンクシティを目指せばいいんだな。そうやね。まあジャンクシティに行く前にね、死なんことを願うけど。全員来るんかよ。もう結婚は来へんのかな思って、もうちょっと違うやつ入れてもらったかな。なあ、ちょっと間違えた。カリンも入れとこ。よかった。じゃあ行きますか。ねえ。よし、来ましたね。さて、京都シティへ行くにはこの曲がり角を西の方へ進めばいいわ。おう、進めばいいのね。この先にある谷道を抜けると砂漠に出て、さらにその砂漠を越えると京都シティに着くわ。なるほどね、砂漠越えなあかんのね。ああ遠いんだな京都シティって。まあとりあえず砂漠にある中継都市ジャンクシティを目指しましょう。そうやね、ジャンクシティね。どうした？どうした、勇気。なんでもない。あ、なんか知り合いいそうやな。なんか知り合いがいそうやな。そんな気した。今のどもり用は絶対やるわ。ちょっと待って、よし、スキル購入、まあ、できひんねんけど、一応ね、裏ではないんですけど撮ってるんですけど、一応カットラになってるんでね、言っておきますと、ちょっと変えました。でね、メガブレードこれ欲しいんやけど、めっちゃ欲しいんやけど金が足らんっていうねこれもね結構欲しいんですよ、メガアクアミスト。アクアミストはあるんですけど、これがね欲しい。まずこれとこれが欲しい。結構ためなあかん金タブレットためなあかん。ほんまメガスタンプビートはね、もう主軸スキルとしての実力は十分か。これもしねえならね、まあ全部買っていきたいね、いけたらね。コアマテリアルとかもどうなってんやろ。うわ、めっちゃ来ためこれ赤。うわマジでこれめっちゃあるやんか。なんかだんだんやる気なくなってきたありすぎやろさすがにありすぎやろ。
まあこういうのは裏で集めておきますわ。さすがにねこれ全部集めるの骨折れると思うけどね、うん、できるだけ集めておきたいと思います。まあここの3つはね集めて完全にタブレットを集めて、うん、合成して剣とかね足の武器とか作っていきたいと思います。では行きましょうかね。よし、ここからやで本場は。この先やこの先。あれ何どうしたん。はあ、やれやれ。この資金に抜け出そうとする市民をもう追い返さなくて済むのはいいんだが、ちょっと暇を持て余しそうだよ。暇を持て余しそうか。なるほど、持て余しとけなら。なれ持て余しとけ。ではね、こっち側行ってみましょう。お、ああ、なんでもないね。こういったところにね、たまにねあるんすよ、宝箱が。だからね、できるだけ取っていきたいけど、こっちはどうなるんやろうね。ちょっと、はよう、はようって。まあ、ここら辺は、え、いて、なんか青いやつがある。え、あんな青いやつやったっけ。でも忘れた。ほら、黒いやつは見たことあるけどさ。あれ、あ、でも警護よ。あれあれやな。最高の形じゃん。獲得タブレット引く。一応ね、タブレットかける2のやつはつけてるんですけどね、集まるだけ。所持メンバーが一人出てたらいけるかなって思ったんですけど、それじゃあ関係、ちょっと僕らもつけてみますなら。一応ね、そのスキルでね、サポートスキルで、あ、違う、間違えた、獲得タブレットね、これやってるんですけど、キャラクターの獲得 TB がやから、全員つけたらどうなんだろう。それをちょっと見ていきたい。さっき111やったよね。こっちは、こいつはまだできてないんですよ。足りんからさ。これで一旦見てみましょうか。多分こっちに何かあるはず。お、コア持ってるやつおるかな。きっとそうやわ。こいつやな。こいつ戦ってみて、いや、こいつ戦ったらなんか企画できへんから意味ないんや。まあいいか、ひとまずね。どう、なんか強そうな敵やて。え、大丈夫これ。見たことないやつばっかりで、ね、うわ、強っ。はぁ、おしゃい、おぉ一発、おぉ、ともうちょい、おぉ、強い結構。200?280?死後入社が300も食らってることになるやんか。水よ、やばい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 。なんでやばいよ。どうしよう。よいしょ。238。よいしょ。どう330。来た。終わった。ほう。798。なんかようわからん。オルフェウスコア。ああ、こっちは違うと。じゃあ戻って、まあ向こう目指していきましょうか。じゃあこいつ、こっちのね、戦闘をしないとどんだけ増えてるのかがわからない。一人で十分なんか、もしくは全員やった方がまだ効率が上がるのか、それがねちょっとまだちょっと分かってない。さっきは111とか言ったんで、これでちょっと上がってれば、あ、上がってる。いや、212やろ今の敵で。212やろ。ちょっと待って、ちょっと気になる。もうちょっと検証してみますか。獲得 TV は今で70ぐらいか。いや、
来たか。こっち来たね。ちょっと待て、さっきのとこでやらんとわからんぞ。大丈夫かこれ。まあひとまずこれでね、一回戦闘して TV のやつがね、全部で合計3つついてるから、それでやってみて、それでね何か分かればいいんですけど。え、1匹だけ。ちょっと怖いって、こういうやつ、こういうやつ怖いやんけ俺。あ、違う、あ、意外でヘボよ、意外でヘボよ。あ、終わった終わった終わった。240やろ。でこれを全部外してみて、どんだけになるのか。1匹の時にね、あれが、いや違う、こっち違う、成長でもないよ。スキル、スキル、スキル装備でサポートで獲得 TV を重力にちょっと変えてみる。これも変えてみる。そしてこれはもともとこいつもちょいと変えてみる。あれが1体の時にどんだけになるのかが獲得 TV のやつを決めるのにちょうどいい。だからあいつもう一匹どこかで出てきてほしいんやけど。あ、いや一匹、あ、マジで、あれで200とかやったから、これで200とかやったら、いや、これでどんだけになるのか。3匹でね。よっしゃ、いい感じ。お、まだ、マジで300も食らうのか。やばくないですか。もらった、確かにもらえた、よかった。360と、はあ、1匹で100ぐらいやとしたら、1匹で良さそうやなこれな。ちょっと1匹の時にミントわからんからさ、これな。どこ、あ、向こうか。え、違う、え、え、あた、こっちや、やっぱこっちやんな。やっぱこっちやんな。ちょっと焦ったわ。まあこっち行きがてらね、ちょいと戦闘もちょっとして確認していかんとあかんから、ちょっと早よ出てきて。うん、それだけ検証して今回終わりにしますかね。ああ、また2匹。いや、ちょっと待って、これでよう出てくるんやったらこっちで見とこう。水よ、まずこれで軽いの。おっしゃ、おっしゃ、ナイス。おお、いい感じ、いい感じ。おお、すげえ、800も食らってこれで360やろ。でまず360でスキルでちょっとつけてみる。1匹だけな、1匹だけ、1人だけな。行ってきてやな。獲得 TV で1人だけつけてみて、でこれでもう一回ね、戦闘があった時に、同じやつであった時にどうなるかなんですけど、チューブ、あ、チューブに入っていく。ちょっと待って、ああ夏休みではないですよ。チューブな、チューブ、チューブやで、チューブ、うん、YouTube ではないよ。ちょっとさっきからいろいろ言いすぎ。出てくる。まあでも、まあ出てきてほしいよ。ちょっと検証したいからね、そこの、そこらへん。1匹で、あー、まだ違う敵やし、ちょっと待って。あ、まずこれ1匹でやって、これ2匹出てくる、こいつ2匹な。よっしゃ、おお、結構強い、すごい、一発やった。何番か見てなかったけど、200か300の6やったね。うん、でこれで1匹や、いや1人でやったから、カリンでつけてみて、サポートで
で、これでね変わるか、変わったら全員つけた方がいいってことが分かるから、まあ別にそれでいいんやけど、どうなるやろ、そこやねんな。ひとまず、アイテムあったびっくりした。 3000TB ももらえる、ありがて。こっちは何もないんかい。ちょっと待って、こっちセーブなんだ。ちょっと待って、ここでちょいと検証していきたいわ。うん、出てきてくれ。さっきは同じやつやったら200か360で、あれまた違うやつ出てきたって。敵のお出ましか。いろいろ違うやつ出てきすぎ。水よ、あれやめて、そういうの。おお、いい、こっちに倒れた。素晴らしい。嘘、マジ360な。あ、これ変わらないような気がする。今で360やろ。でもう一回ちょいと勇気じゃなくてライガーでもなくてカリンか。あ、違う違う、こっちが、こっちがスキル、カリン装備、サポート、で、これに変えて、で、もう一回ここで同じ敵が出てきたら、それで分かる。うん、それだけ今回ちょっと気になったんで、それさえね、分かればいいんですけど。で、また違う敵が出てきたよ、もう。まあでも多分一人で良さそうですね、これ。リプトつけるのは結構ちょっと残ってもだよね。大丈夫、もう大丈夫じゃないよ。よし、よし、はい、どうだ、おい、素晴らしい、いいね。よっしゃ、はい、そういうのいらんからそういうのいらんから、オートやってるからな。うん、まあ、そんなね、400、うん、一匹で良さそうやね。うん、一匹で一人でね。よし、じゃああとはまあ適当に進んでいこう。ジャンクシティまでもうすぐ行こうジャンクシティまですぐ行こう、行けるとこまで行こう。で、あとは、おい、出てくる。嬉しいよ。TV もちょっと集めたよ、ほんまに。はい、息がてら集められたら、それが一番俺にとっては嬉しい。よっしゃ、ほらよ。おい、しゃ、いけた。ほらよ。よっしゃ。おー。いや、結構食らう。ことでもなかったね、ことでもなかった。すごいな、味方が全員。うん、あーな、多分一人だけで十分ですね。じゃあ今行こう。よっしゃ、怖っ、ここ怖っ、ここ、ちょっとマジ怖いんですけど、さっきから怖いんですけど、ここ。よいしょ、あ、なんか上にある、取っていこう。この階段じゃない、はしごの部分がちょっとめんどくさいね。お、向こうにもなんかコアの持ってる敵をオールは。お、 5000TV 素晴らしい。1万4000円になったね。買えるね、スキル買いたいよ、ちょっとスキル。まあ、次行くとこまで行ってから。よっしゃ、これで上がっていって、
で、あの上にも何かあるんかな。いや、まあ戦っていこう。何もないわ。途中で切れてるもんね、橋がな。こいつも戦っていって、コアもらえるだけもらっていこう。フィスカイ、はい、はいやろ、ほんま。ちょっと才能ないって。マジ、ライガにだけ来られたらやばいで。で、なに、やれの、あげられた。やばい、ライガにめっちゃ来られる。来られるよ。言い方、言い方やな。どうした、どうだ。クリアシュートじゃなかった。どうした、どうしたい。あかん、これは。PR も上げられてきた。うわ、やば。よいしょ、おしゃい、倒れた。おしゃ、おお、あぶね。星屑やべ、ってか経験値やべ、経験値やばいよ。ハーピー行こう。あ、ハーピーか。ハーピーで思い出したけど、遊戯王のね、デュエルリンクスもやってるんですけど、今ね。あれはほんまに面白い。好きやね、あの初代のキャラクターたちが。特にね、インセクター鋼のやられる顔が見たくて、ようあいつを倒してしまう。最近水よ、もうこうなった。おお、一発すげえ。どうした、よいしょ。で、もうちょい頼む。よし、終わった、終わった。獲得 TV 引っか、マジで、マジでそれ思うんやけど、ちょっと待って、マジで。あとはここ上がっていくだけが。あ、盆地来た。盆地、お菓子の盆地あげたもんね、好きですよっていうね。そういう問題かい。盆地で思い出したこと言っただけ、言っただけやねんと。まあそれはまあ置いといて。よし、こっち合ってるっぽいね。まあ一歩見ちゃうから、まあ迷うことはないけど、いろんなところに行けるゲームやったらね、ちょっと迷うっていうこともあるかと思うんですけど、前にね、やったスターウォーチャーのことを、スターウォーチャー5やったっけ、ちょっと忘れた。あ、5やね、5やったっけ、忘れた。ちょっと忘れてるけど、まあ先に言うと、その、まあ迷ってた、まあやってたよ俺ね。おお、助かった。 VP 回復できたってことなんで、まあ、今回ここら辺で終わりしましょうかね。次回この先行きましょう。ではご視聴ありがとうございました。では次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。